ということで、今回なんですけど、MacBook Air 2020年モデルで、フォートナイトはできるのか、今回検証していきたいと思います。はい。前回ですね、マインクラフトは、MacBook Air 2020年モデルでできるのかっていうのをやったんですけど、今回はフォートナイトでやっていきたいと思います。フォートナイトと言ったらやっぱりね、エフェクト。本当にグラフィックがきつい。ね、どうしてできないだろうと。ね、何もできないだろうと思う方いると思うんですけど、実際どうなのって気になる方多いと思います。やっていきたいと思います。ちなみにですね、設定は全部低いでやっております。はい、一番低い設定でやっております。で、一応 30fps 固定になってます。というわけで早速ソロやっていきたいと。年内チャンネル登録者数5000人目指しております。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ご覧の通り 0.1% しかチャンネル登録してもらっておりません。ぜひとも 99.9% 皆さんチャンネル登録お願いします。で、まあマッチメイキングの間にですね、グラフィックじゃねえ、今回何を買ったのか、何を使っていいのかっていうのを紹介していきたいと思います。まあ、前回の、マインクラフトの時にも話したんですけど、Core i7 の、まあ、上位機種の Core i7 の、8GB ストレージは 500GB を使っております。さあ、今回はフォートナイトということで、前回ですね、マインクラフトですね、まあ、最初はね、重いんですけど、新規は重いんですけど、それやっていくことに、だんだんね、まあ、そこまで普通に快適に、問題なくできるんじゃないかなっていうのを話したんですけど、さすがにフォートナイトはね、厳しいんじゃないかっていうのもあるかもしれないですけど、やっていきたいと思います。はい。ちょっと現在、ちょっと出してみます。うん。まあ。重い。ちょっと打ってみる？重いね。やはり重いね。もう48。ほんとやったことないですよ。2回目ぐらい。ちょっとやったんですよね。正直言うとやったんですけど。まあ、ほんと、何もできなかったら、だって動画にしようがないじゃないですか。全然できませんでした。終わりので。まあ、それはそれでいいかもしれないですけど。さあ、現在ちょっとカクカクしてるね。やっぱりプレイは、まあできるっちゃできるけど、厳しいに近い。じゃあ降りまーす。まあ、降りてますね、ちゃんとね。ちゃんと降りないとだとか。まあ、全然できないってわけじゃないですけど、やっぱりきついね。やっぱ MacBook Air でフォートナイトはきついんじゃないかなっていうのはありますね。重いね、やっぱり。で、グラフィックももう荒い。荒いよ、マジで。ほんと荒くない？すごい荒いよね。なんだこれ、みたいになってる。すごいな。これじゃあさ、もうほんと普通に、もうね、遊ぶことはできるけど、あれだよね。何？スナイパーとかでさ、狙おうと思った時に全然見えないやつだよね。どこに敵いんだろう、みたいな。次じゃん。おお、いい。しかも紫タクシー、武器運いいやつ。いや、うん、きついです。まあ、結果としては、まあ見てもらった通りなんですよね。はい、まあその通りです。はい、なんでフォートナイトは全然おすすめしません。はい、なんでまあデスクトップを買いましょう。はい、本当にフォートナイトやりたい方はそうです。で、 MacBook Air で買って、まあ やろうかと悩んでた方、まあ、この程度でいいなら、まあ、やってもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回この辺りで終わりにしたいと思います。他にもね、様々な動画上げておりますので、ぜひご覧ください。まあ、マインクラフトの実況だったり、フォートナイトの、まあ、実況みたいな形でやってるんで、ご覧ください、ぜひ。はい。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ちなみに今、めちゃくちゃファンが回っております。音が入ってるかもしれないですけど、すごい熱いです。まあ、そこら辺、ご注意ください。ご視聴ありがとうございました。